ここがココミと約束した場所だな。旅人、ここのこと覚えてるか？この前渡墨島に来た時、ここを通ったことがあるだろ。あの時お前はメカジキ2番隊の隊長になってたよな。もうあれからだいぶ時間が経ってるから、抵抗軍の兵士たちがまだお前のことを忘れてないといいんだけど。渡墨島もきっと大きく変わってると思うぞ。近くを見て回ろうぜ。敵がこちらより多ければ突破を求むべし、敵がこちらより少なければ干渉を求むべし。海辺の敵、輸送船あり、船を燃やせば勝利をもたらさん。五郎様、結論は出ましたか？ああ、三五宮様の残した虎の巻をもとに推測すると、ファデュイの船が近くに停泊しているのがわかる。だからこそファデュイの奴らもあんなに突き上がっているんだろう。二手に分かれよう。一体が奴らの注意を引き、もう一体がその隙に後ろから回り込んで奴らの船を燃やす。そうすればきっと奴らも逃げられまい。いや、しかし三五宮様は兵力が不足している状況では兵を分断するなとも言っていた。付け入る隙を与え、総崩れを招いてしまうと。では救援を呼びましょうか？それでは間に合わない。奴らの動向を見るに、もうここを離れる準備が済んでいるだろう。三五宮様の虎の巻には外での作戦は急ぐべからずとも書かれてあった。兵力が足りない以上、今回は一旦諦めるしかない。ではあいつらをこのまま逃すというのですか？そんなの納得できません。実は三五宮様の虎の巻にはもう一言書いてある。窮地に陥りし時、援軍が現れ。だがいまいち意味がわからない。援軍とは一体？五郎、ここで何やってんだ？隊長、渡墨島に戻っていたんですか？助かった。やはり三五宮様の虎の巻に間違いはなかったようだ。ちょうどいい時に来てくれた。近頃ファデュイの残党どもに異常な動きが見られてな。それで今回俺たちは奴らの動向を探り、事前にここで待ち伏せをしていたんだ。だがこちらには兵を二手に分けられるような人数がいない。悪いが注意を引きつける役を任せられないだろうか？分かった。ファデュイがまた何か悪さをしようとしてるのかもしれない。オイラたちも放っておけないぜ。よし、ことは急を要する。俺たちは後ろから奴らの船を燃やす。その後また落ち合おう。油断するなよ。俺たちも終わり次第すぐ戻る。どうやら抵抗軍のみんなはまだオイラたちのことを覚えてくれてたみたいだな。あいつらの手助けができるよう、オイラたちも頑張ろうぜ。逃げ道はあい。騒ぐな。マッションは私が定義する。次。やべえぞ、山ども、船が押されてる。なんだと、卑怯な。野郎ども行くぞ。誰かは勝たされた。目に物を見せてやれ。お前がいなかったらあいつらを逃すところだった。その手にあるのがココミの虎の巻なのか？どれどれ。うわ、こんなに分厚いのか。実はこれはまだ一部でしかない。あと5冊もある。
三五宮様はあらゆる状況に応じた戦略を考えている。それにこれらは常備用の虎の巻だ。少し多いのも仕方ないこと。この虎の巻のおかげで俺たちはあらゆる複雑な状況に対応できている。こんなにたくさんの策、どんだけ時間をかけて書いたんだ。あらゆる状況に対応できるようにするなんて、考えただけで頭がクラクラするぞ。隊長、今回せっかく渡墨島に戻ってきたんですし、もう一度メカジキ2番隊の指揮を取りませんか。僕たち今は平和な時期ですので、隊の数を減らして民の暮らしを手伝う必要があると三五宮様はおっしゃっていました。約半分の兵士は特別行動隊の編成を維持し、各小隊の支援をしています。そしてもう半分は見回り、建造、農業などの作業を行っています。ただ先日、昔の同僚が家なんか建てるよりも前線で戦っていたいと文句を言っていたので、隊への復帰を望んでいるようです。抵抗軍のみんなは相変わらずだな。あ、そういえばオイラたちがここに来たのは、ココミが祝賀会に誘ってくれたからなんだ。ゴロ、ココミがどこにいるか知ってるか？三五宮様なら今は多分ボーロー村にいる。あそこで何かあったらしい。三五宮様が直々に対処しているそうだ。俺たちもそろそろ離れよう。そうだ、もし道中で兵士たちを見かけたら注意深く観察しておいてくれ。近頃兵士たちに落ち着きがない。なぜかは知らないが、その理由を俺に話したくないようだ。昔はみんな悩みがあれば俺に言っていたのに、なんであんなこそこそと。何か厄介なことがあったのかもしれない。心配だ。そうだな、オイラたちも抵抗軍の兵士たちと話がしたかったんだ。出発しようぜ旅人。あなたはメカジキ2番隊の隊長。あなたのことは知っていますよ。あなたのおかげで今の渡墨島の平和があるんです。自分はメカジキ2番隊の隊員ではありませんが、当時タタラスナにいた時あなたをお見かけしたことがあります。両軍が対峙する中、人前秘部で何人もの幕府武士と戦っていましたよね。かっこよかったです。何か自分に手伝えることは。何でもお手伝いします。皆さんの落ち着きがない、確かに自分も感じていました。多分まだ戦争の影響が尾を引いているのでしょう。戦場では犠牲になる可能性が常にあったので、皆さんすごく気を張っていましたし、そんな状況下で戦争がいきなり終わったため、皆さんどうやって普通の生活に戻ったらいいのかわからないんですよですので心配しなくても大丈夫です。少し時間が経てば皆さん良くなると思いますよ。それ以外だと自分には心当たりがありません。ですが三五宮様がいる以上、渡墨島に危険はないと自分はそう信じています。それに今はあなたも戻ってきましたので、より安全かと。何か必要なことがあればいつでも自分におっしゃってください。すごく親切な人だったな。他の人にも聞いてみよう。平和、最高だ。なんだか見慣れた顔が、どこかで見たような、誰だったか思い出せない。だが敵じゃないようだな。何か用か。みんなに落ち着きがない。
そうか？全然そうは感じなかったが。普段から他人と会話をするのが好きじゃないからかもな。俺からすりゃあいつらはいつも騒がしいからさ。せっかくの平和なんだ、ちゃんと味わっておかないと。ここで日向ぼっこして海風に吹かれる。俺のやるべきことはそれだけさ。悪いな、お前たちの質問に答えられなくて。産後の宮様に聞いてみるといい。あの人なら何でも知ってる。うわぁ、もう眠っちゃいそうだぞ。これ以上邪魔するのはやめとこう。他の人に聞こうぜ。和平交渉に同意するなんて、産後の宮様は一体何を考えてるんだ。ああ、天領奉行の奴らは全く信用できない。奴ら秘密裏にファデュイと結託して俺たちと引き続き戦争しようとしてるらしいぞ。本当か？それは確かなんだろうな。もちろん本当のことだ。俺たちの仲間がファデュイと対峙した時、陰謀を企ててる奴らを見たそうだ。やっぱりそうだったのか。天領奉行の奴ら、未だに横島の心を。産後の宮様はやはり甘い。奴らを簡単に信じるなんて。静かに、誰か来る。何を話してたんだ？隊長？あ、戻っていたんですね。さっきのこと、隊長に言ってもいいか？やめておけ。この人は産後の宮様に買われている人物だ。彼女も和平交渉を主張するかもしれない。隊長なら俺たちを理解してくれるはずだろ。いや、でも確かに用心に越したことはないか。その隊長の帰還歓迎します。こちらは何も異常ありません。全て順調です。産後の宮様は村にいると思います。隊長もそちらへ向かってはいかがでしょう。おい、なんかこそこそ何かを言ってたような。でも言いたくないなら仕方ない。まずは村に行ってみようぜ。早く言え。渡辺島から仕入れた品物をこっそり天領奉行に渡してるんだろう。天領奉行の商人であるお前が渡辺島で商売してるなんて、前々からおかしいと思ってたんだ。今回こそは言い逃れできまい。誤解です。誤解？何を今さら。やはりお前が渡辺島で商売することに同意するんじゃなかったぜ。連れてけ。お待ちを。ここみ、ここにいたのか。何か揉め事みたいだぞ。事情を聞いてくれ。産後の宮様、この商人が怪しい行動をとっていたゆえ捕まえておきました。私どもの調べによれば、彼は長期的に商品を仕入れているのですが、それらを売っていないようです。それなのに品物を持っていないため、きっと天領奉行にこっそり運んでいるに違いありません。違います、私は。そこまで。皆さん冷静に、私と一緒に深呼吸しましょう。少しは落ち着きましたか。松田、内村、渡辺島の安全を心配する気持ちは私も理解していますよ。ですがその前に、こちらの商人さんが過ちを犯したかどうかに関わらず、少なくとも弁解する機会を与えるべきではないですか。過ちを犯せば罰を受けるのは当然。しかしそうでなければ冤罪を着せるわけにはいきません。渡辺島で行われる物事は主観的な判断ではなく、全て事実に基づくものでなくては。商人さん、私の部下が品物のことについて疑問を抱いています。
そのことについて説明をなさってから私が判断を下すというのはいかがでしょうか。はい、もちろん。渡積島で商売を始めてから確かに在庫を多数抱えていました。もう少し在庫を確保して商品の値段が上がった頃に売ろうかと。あしかしそんな時、仕入れた品物をファデュイに奪われてしまったんです。私が何をしたというのでしょう。品物は奪われた上にあなたたちに尋問までされるなんて。ふん、それが本当かどうかなんてわからないだろう。だとしてもファデュイに奪われたという証明にはならない。それに天領奉行とファデュイは結託してるんだ。ファデュイの手に渡ったということは天領奉行の手に渡ったも同義。え、天領奉行がファデュイと結託？それはどこからの情報ですか？私は何も知りません。それに結託していたとしても私と関係ないじゃないですか。戦争はもう終わったのに天領奉行がまだファデュイと結託してるのか。おいらは違うと思うけど。おいらたちこの前九条家の名代に会ったんだ。そういうことをするような人じゃなかったと思うぞ。でもここに来るまで確かに兵士たちがこのことについて話してたな。ココミ、お前は何か知ってるか？確かにそのような報告を聞きました。もう少し経てば私たちと天領奉行の和平交渉の日になります。今回の交渉は上里家によって仕切られ中立地点で行われます。私と九条沙羅がそれぞれ自衛を引き連れ、これからのことについてしっかりと計画を立てる予定です。しかしそのような大事な時期にとある噂を耳にしました。九条家が未だにファデュイと結託しており、渡積島を壊滅させようと企んでいると。もしそれが本当なら交渉は罠である可能性が、そして上里家もそれに関わっているかもしれません。商人さん、あなたの品物は本当にファデュイに奪われたのですか？本当です。嘘はついていません。ファデュイは私の品物を奪ってあちらの方に行きました。そこに秘密の拠点があるのかもしれません。わかりました。容易ならぬ事態です。私たちがあなたの品物を取り戻しましょう。うまくいけばあなたの身の潔白も証明できます。もし本当にファデュイと天領奉行の結託を証明するような事態が起きた場合、あなたには調査に協力してもらう必要があります。よろしいですね？異論ありません。三五宮様が直々にお手伝いをしてくださるなんて、なんとお礼を申せば。松田、内村、あなたたちは？三五宮様の仰せのままに。よろしい。旅人、いえメカジキ小隊二番隊隊長、私と共にこのことについて調査していただけますか？そうかしこまらず。これから何があろうと、ひとまず今は平和な時期なんですから。それにあなたもずっと渡積島にとどまるわけにはいかないでしょ。お互いに肩書きの違いはあれど、少なくとも友達のように振る舞いませんか？ファデュイから品物を探し出せたら、あの商人の潔白が証明できるはずだ。それにファデュイと天領奉行が結託して